私に盾つこうだなんていい度胸だね。そんなバカなあんたに立場の違いってやつを分からせてやるよ。やめてください。次の瞬間、リボは笑いながら私の服をジョキジョキと切り刻んだ。床にどさっと捨てられた私のお気に入りの服、それは亡き母が私にプレゼントしてくれたものだった。ひどい。私の名前はユキコ、30歳の専業主婦。夫の大輔との出会いは大学時代の友人の紹介。何人かで飲んでいた時に友人が彼を呼んだことがきっかけで知り合った。それから何度かデートに誘われ交際に発展。結婚してからは夫婦仲も良く幸せに暮らしていた。結婚して2年後には息子の翔太が生まれ、現在息子は4歳になる。このまま息子の成長を見守りながら平和に暮らしていくんだろうなと思っていたのに、まさかの出来事によって私の生活は地獄の日々を迎えることになる。その出来事とは義実家での義両親との同居だ。ある日、いきなり私たちは義実家での同居を迫られた。でも、もともと義実家では義兄夫婦が数年前に移り住んでいたはずだ。するとなんと義兄夫婦は数年前にすでに離婚していたという。そして義兄は一人暮らしをしているんだとか。夫もそのことは知らなかったようで、義兄も義両親も特に聞かれなかったから答えなかったとのこと。そんな大事なこと家族なら教えるべきじゃないかと思ったが、まあ私たちも盆や正月ぐらいしか顔を出さなかったので、私たちが帰省したタイミングで言うつもりだったのかもしれない。私は義母に対してそこまで嫌なイメージは持っていなかった。義実家を訪ねた時も義母は愛想がいいというほどではないが、特に口うるさく何かを言ってくるわけでもなく、サバサバしていた。私にとっては過干渉される方が鬱陶しいと感じるので、それくらいの距離感の保ち方がありがたいと思っていたのだ。それに義両親は息子のことも可愛がっていたので、別に同居するのは問題ないと思っていた。私が承諾すると夫は喜び、すぐに義両親に連絡。そしてあっという間に義実家での同居生活が始まった。義実家では義父はまだ定年退職前で仕事をしていて、義母は昔から専業主婦だ。私は子供が生まれるタイミングで専業主婦になり、まだ数年しか経っていないので、義母に料理のレシピなどいろいろと教えてもらいたいなと思っていた。だがそんな思いを抱かなくても、その後嫌というほど私は家事をやらされることになる。同居初日は特に何もなかった。義両親は共に笑顔で私たちを迎え入れてくれて、その日は出前を取って宴会を開いた。しかし次の日から義母の態度が急に変わった。ユキコさん、あなたいつまで寝てるの？え、すいません。まだ5時半じゃない。しかも昨日たくさん飲まされたから頭痛い。嫁は家族の誰よりも早く起きなさい。それは何時でしょうか？そうね、私は基本今ぐらいに起きるから、あなたは5時に起きるようにしてちょうだい。5時？なーに、嫁の分際で私に何か文句でもあるの？いえ。同居初日から関係性を悪くするのは得策じゃない。それに早起きは健康にもいいし、その生活に慣れよう。それじゃあまずはお父さんと大輔の分のお弁当作りからお願いね。はい、わかりました。
そして私がいつものように料理を始めようとすると、何やってんの、いった。義母が思いっきり包丁を持つ私の手を叩いてきた。もう全然ダメ。何がいけないんでしょうか。何でもかんでもすぐ教えてもらおうとしない。自分の頭で考えなさい。はい。私は赤くなった手をさすりながら義母の包丁さばきを見ていた。しかし私とどこがどう違うのかよくわからなかった。むしろ私の方が綺麗に早く切れている気がする。それからも義母の嫁いびりは止まることを知らなかった。やれ掃除が下手だの、料理の味付けがまずいだの、背筋が曲がっているだの、靴下の柄が気に入らないだの、どうでもいいことも烈火のごとく起こってきた。義母の怒りはまるでマグマのようにいつ静まるのかもわからないし、あっという間に噴火する。そのため義母の機嫌を損ねないようにとビクビクする日々が当たり前のようになっていた。私はあまりにしんどかったので夫に相談した。しかし夫は、母さんはお前のために思ってるんだよ、ありがたいと思いなよと的外れな発言。それ以上は何を言っても私のただの愚痴だとして聞き入れてもらえなかった。いつからか私は自分さえ我慢すれば丸く収まると感情を殺して日々を生きるようになった。そうすればこの家は平和に回る。私が我慢すればいいだけなんだ。気づけばそんな生活も3年が経っていた。相変わらず嫁いびりは続いていたが、私は機械のように謝り倒して義母に服従していたので、度を超えた嫁いびりをされることはなかった。しかしある日、思いがけない出来事が起こった。それは息子の秀太が居間で義母と私といた時のこと。息子はこの時間帯にやってるアニメが見たくて義母にチャンネルを変えていいか尋ねた。しかし義母はこのワイドショーが見たかったためそれを断った。一瞬息子が膨れた顔をした後、分かったと返事をしたのだが、義母がその一瞬を見逃さなかった。ちょっとシュータ、今の顔は何だい。え？あんた今嫌な顔しただろ。私はこの家ではお父さんの次に立場が偉いんだよ。あんたは下から2番目、この女の次に立場が弱いんだ。それなのに私に対して嫌な顔をするなんてどういうご身分だい。義母の突然の怒声に息子が泣き出す。男のくせに泣いて許しを請うなんて情けない。私がその腐った根性を叩き直してやる。そう言って義母は息子を叩こうとした。やめてください。気づけば私は義母を押し倒していた。私の息子に手を挙げないでください。義母は一瞬驚いていたが、すぐにその顔を真っ赤にし、あんた自分が何をしたか分かってるのかいと言った。そして立ち上がり、どこかへと歩いていった。すると義母は私の服とハサミを持って今に戻ってきた。私は嫌な予感がした。お母さん。私に盾つこうだなんていい度胸だね。そんなバカなあんたに立場の違いってやつを分からせてやるよ。やめてください。次の瞬間、義母は笑いながら私の服をジョキジョキと切り刻んだ。床にどさっと捨てられた私のお気に入りの服。それは亡き母が私にプレゼントしてくれたものだった。ひどい。私は泣きながらその服を拾う。息子はお母さんと言いながら私に泣きながら抱きついてきた。
もうこんな場所にはいてはいけない。やっと目が覚めた私は荷物をまとめて息子を連れてここから出ていくことに決めた。今までは義母に毎日家事を押し付けられ、許可なく外出することもできなかった。だがもうそんな宣言などどうでもいい。私は隙を見て荷物を車に積み、義母には息子と一緒にスーパーに買い物に行ってくると言って車を走らせて実家へと向かった。実家では父と兄と兄嫁の3人が暮らしている。母は10年ほど前に病気で他界している。そしてあの義母に切り刻まれた服は母が私の就職祝いに買ってくれた服だったのだ。母は私にあの服をプレゼントしてくれた1ヶ月後に亡くなった。だから私にとっては形見と言っても過言ではないほど大事な服なのだ。父も兄夫婦も切り刻まれた服を見て絶句し、義母から受けた嫁いびりの数々を聞いて憤慨。兄は今までよく頑張って耐えたな、あとは俺に任せてと言ってくれた。父も私に優しく言葉をかけてくれてお風呂を入れてくれた。一番風呂なんて何年ぶりに入っただろうか。そして兄嫁は晩ご飯を私と息子に振る舞ってくれた。自分以外の手料理を食べたのも何年かぶりだ。私は涙が止まらなかった。私は正気を取り戻し、もうあの家には戻らず、離婚する決意をした。晩ご飯を食べ終えた頃、案の定、夫から電話が来た。おい、お前どこにいるんだよ。実家よ。私もうその家には帰らないから。あなたとも離婚するわ。はあ？離婚だと？何バカなこと言ってんだよ。あなたは私がどれだけお母さんからひどい仕打ちを受けてきたか理解してないでしょ。もう耐えられないの。いい加減にしろ。わがままを言うな。さっさと戻ってこい。お母さんは柊太に手を挙げようとしただけでなく、私の服を切り刻んだのよ。え？それでもあなたはまだお母さん側につくの。すると義母が電話を奪ったようで、ものすごい怒声が電話口から聞こえてきた。変なことを息子に吹き込んでないで、さっさと戻ってきなさい。離婚もあんたがこの家から出ていくこともどっちも許可しないよ。あんたは一生私の奴隷なんだから。そんな、私の服を切り刻まれた人と一緒に暮らすことなんてもうできません。ふん、あれは傑作だったね。私があんたのお気に入りの服を切ってる時のあんたの絶望した顔見てて最高だったわ。母親の形見だった結果、あんたが不甲斐ないからそんな大事なものを着られるんだよ。よくわかりました。わざわざ自白ありがとうございます。はあ？あんた誰よ。私はユキコの兄です。兄？部外者は関わってくるんじゃないよ。部外者じゃないですよ。家族です。ユキコは俺の大事な妹です。さっきの発言、録音させてもらいましたから。え？離婚後に器物損壊罪としてあなたを訴えますね。ちょっと。あと、このことは息子さんの職場と息子さんのお父さん、つまりあなたの旦那さんの職場にも報告しますね。え？いや、それは勘弁してくれ。それじゃあすぐに妹と息子さんの離婚を進めてください。もちろん子供は妹が引き取り、養育費は息子さんが払うことを絶対とします。そんな。この条件が飲めないなら、孫を虐待しようとしたことをご近所さんに広めますよ。分かったよ。それだけは勘弁してくれ。それじゃあ離婚届を書いてもらうために息子さんを指定した場所に来させてください。そして兄はあっという間に夫と私の離婚を約束させ、後日兄同伴で喫茶店にて夫を待った。
夫は気まずそうに一人でやってきて、ほとんど会話もせずに離婚届にサインした。それじゃあこれは私たちが提出しますから。あの、職場への報告はしないでくれるんですよね。はい、僕からあなたやお父さんの職場に報告することはないですよ。夫はほっとした様子で喫茶店を後にした。これにて私は夫と無事に離婚することができた。そして養育費も一括で支払ってもらえた。さあ、こっからが本番だな。この後、私は兄の指示通り、元義母を器物損壊罪として訴訟し、慰謝料を請求。さらに一連の流れを元夫と元義父の職場に報告。その結果、元夫も元義父も元義母のありえない行動を黙って見ていた最低なやつということで、職場内で浮いた存在になり、出世にも影響が出ているとのこと。元夫からは、約束と違うじゃないかと連絡が来たが、私は、兄は報告しないと言ったけど、私は報告しないとは言ってないとへりくつで応戦。これは実は全て兄の作戦だった。兄は理不尽な奴らには理不尽で対抗するしかないとし、徹底的に義家族の社会的信用を失わせることにしたのだ。もちろん元義母のありえない行動は全てご近所さんに報告。その結果、元義母は絶対に関わってはいけない要注意人物として誰からも話しかけられなくなった。元義母が外を歩いていると、子連れのお母さんは子供を守るように隠す動きをするほどまで地域の人たちに元義母のことは広まっているとのこと。その結果、元義母はすっかり病んでしまい、引きこもりになって全く外を出歩かなくなったらしい。本当にいい気味だ。一方、私は実家に戻り、再就職してシングルマザーとしてバリバリ働いている。家では兄嫁や定年退職した父が息子の面倒を見てサポートしてくれている。息子は優しいおばとおじに囲まれて、毎日楽しそうにのびのびと暮らしている。本当、今回に関しての兄の対応には感謝してもしきれないほどだ。今度お金が貯まったら、実家にいる家族みんなを温泉旅行にでも連れて行ってあげたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。